もう一回会長とのやり取り、4時間までは会長になります。では、まず最初にですね、北谷市長へのお質問を、2つあります。1つずつ答えてください。福岡県の飯塚市議会議員の江口さんからです。デマンドポートについて、メリット、デメリットを含めご紹介ください。デマンドというのは予約ですから、まあ、普通のタクシーでもですね、頼むときは直前に頼んでもすぐに来ないですよね。ですから、1時間前に、までに頼んでくれということで、まあ時刻は、バスの時刻は決まってるんですよね。ただし、その時刻に、バス停に誰もいないという状態では、動かないということでございますから、普通のバスではなくて、当然ですね、小さな、マイクロバスか、あるいはまたタクシー。で、タクシー会社の場合だと、待ち合い制がありますよね、どうしてもね。その待ち合わせ時間を活用できるっていう利点があるんですね。まあ、そういうことで、予約型っていうのの、まあ、プラスはですね、トータル的に言えば、そういうタクシー会社等に委託すると、コストは安くなるという利点があります。ただし、利用者にとっては、必ず1時間前に電話をかけないかんとか、それからで、それで乗っていってですね、今度帰りに、また、予約をせないかもですね。ところが、その、予約をするときに、たまたま知り合いに出会ったというふうなことがある。あるいは、他の用事を思いついて商店街行かないかんという場合ある。そういうときにまた、取り消しの電話をせないかん。それもまた直前では無理だというふうなことでですね。非常に、まあ、利用者にしてみれば、やっぱり、以前のような、定時、路線のページに乗れるですね、バスがよろしいかということに相なるんですね。運営している側から行けばコスト的に安くなる。利用者からはそうした手間にはかかるということで、多少の不便があるということでございます。実際市民の方から面倒くさいというような声が出てたので、最初はですね、それまでは定時だったですから、それをデマンドに切り替えるとやっぱり文句が出ました。で、今まあ携帯がね、結構そのかなりの年配の人まで持ってますからね、その携帯利用するっていうことで可能なんですけども、極端には携帯ない場合に公衆電話でやらないか、公衆電話もないいうふうな場合もあります。あるいは取り消しするときでも、それを、バス停の近く、公衆電話ないところでやらないか、そういう不便があるから、ね、どうしても利用者はお年寄りですから、そういう手間暇が困るという苦情は、随分ありまして、ようやくこの3年目になって定着したんですけどね、定着した段階で変更せない感じがちょっと辛いんですけども、まあまあ、そういう状況です。江口さん、よろしいですか、